けど、公演、恋は突然やってくる公演のお昼公演が終わりまして、今夜の準備中です。準備中です。そう、もうすぐね始まるんですけど、もう準備はできました。完了です。今日は昼夜公演なのでね、16時じゃない18時からです。いつもより30分ほど早い時間となっております。お昼来てくださった皆さん、ありがとうございました。夜もよろしくお願いします。夜来てくださる方、見てくださる方も。なので今は公演前なので、眉毛より下でお送りします。ケントコールすげーって、ありがとうございます。本当にもうめちゃめちゃ嬉しいです。コール解禁されてから、そうコールがすごい大きく聞こえてきてて、毎回嬉しい限りなんですけど、皆さん絶対に終わった後は温かい飲み物を飲んで、のど飴を舐めてください。あんなにずっとね大きい声でコールしてくださったら喉も大変だと思うので、でもめっちゃ聞こえるし、そうすごく、あもう公演が今までも楽しかったけど200倍ぐらい楽しくなります、コールがあると。ありがたいです、本当に嬉しい。やっぱりコールが聞こえてくると、なんかもっと頑張ろうって気合は入りまして、そうそう、そう300回出演もしてね、そうなんです、ありがとうございます。300回ケイト300回しか出てないんやって感覚ですね、個人的には。もっと出てる気でいたんですけど、意外と出てなかったなっていう、なので頑張ります。あ、そうなんです、なんとこの度ジョイシンさんの新 CM に出させていただくことになりました。やったー。ありがとうございます。公演でもお祝いしてくださったり、いろいろコメントとかでも、ね、言ってくださったり、嬉しい、ありがとうございます。やったー。嬉しい、ありがたいことです、本当にもう。そうです。6人でお送りします。そう、もともとね、ジョイシンさんのその CM 出演にかけて戦ってたので、その時にあの CM を作ったんです。本編のその時はね、本家の CM には出れなかったんですけど、ツイッターに自分でそう、あの衣装も作って、衣装を作って、で曲はちょっと作れなかったんですけど、編集して、なんか本当に途切れ途切れのやつなんですけど、それを
そう、あの上信さんの上信さんの方が見てくださってたらしくて、もうめちゃめちゃありがたいことで嬉しかったんですよ。その見てたんですって言ってくださったことも嬉しかったけど、あのその時は本当にもう穴があったら入りたいってこういう気持ちを言うんだなって思いました。もうあんなに恥ずかしいものを見せてしまってそう、だからちゃんとしたのに出れて嬉しかったですっていう、嬉しいですっていうね感じでそうなんですよ。まさかこっちも届いてるとは思わずにやってたからさ、嬉しかったなんかそう作ってよかったなって思ったけど、そうもちろんなんか編集とかだけは頼んでちゃんとしたのにしてもらったりしたらよかったなとも思ったけど、まあ自分でやることに意味があるかもしれないのでねまあまあまあ、あれはあれでよかったってことにしておきましょうこうしてね、今回ありがたい機会もいただけたのでおかげで、全部ケット作なのが伝わってましたかね確かにあれがちょっとうまかったらあれってケットが作ったんじゃないかもってなるかもしれんけどね、あれが限界だったんですよ。もうあの背景がなんか編集がね、背景も消えるし自分も消えるしタイミング揃えるのも難しいし、あれでもめっちゃ時間かかってるんです衣装揃えるところから、そうお母さんが衣装を塗ってくれて白のジャケットがないからさ、あの制服の、その白いジャケットの制服で本家のね、渚さんとかかりんさんとか出てはるのをね、あの白いジャケットの制服だったんですけど売ってなくて、白いジャケットがあんまり、なんか入学式のやつみたいなやつはちょっとはあったんですけど全然それっぽくならなくて、そうお母さんが塗ってくれたやつですそう、なのでちゃんとしたのに映ってるのを皆さん楽しみに待っててください。これは本当に本家の本当のやつなので、そうそうお母さんのおかげでできた CM と言っても過言ではないですねそう、もうねメイキングとかは公開されてたりするので、まだの方はぜひぜひ見てください。ずっとなんかずっとふざけてるケイトが映ってたけど、CM 自体が初めてだったから、そう、あこんな感じで撮影するんやとか思ったし、一日楽しかった。ずっとなんかもうずっと撮ってる時はもちろんなんですけど、楽屋の待機時間とか全部楽しかったもん。どれくらいかかったのとか、ま
あまあです。まあまあ、そう、もう待ってる間すら楽しかった。なんかそうなんです。そう、なんかもうその撮り方とかこんな感じでやりますみたいな資料が送られてきた時からもうすでに楽しかった。もうすでに楽しいは始まってました。そう、ね、早く放送されてほしい。楽しみ。ちょっとでも映ってたらいいなって思いながら、少しでも映ってますように。ね、皆さんぜひ、あの新生活の方とかぜひ上新さんへいらっしゃいませ。あ、ちょっと今いいよ、一瞬撮らせていただいてもいいですか。撮影風景を見れちゃうってこと。あるのか。あ、ケントの髪の毛一緒で切り替えてくれてます。未来さんのやつ撮るんですか。そう、だから未来ちゃんの、はい、あの見てください。あ、ここまで映ってる。ライトがなくなったらこんな。何でしたっけ。イエーイとハワイ、ここら辺。さあ皆さん、 TikTok 撮影の裏側ですよ。これはちょっとレアですね。白くしないで、岡さん怒られるから。いきます。白い、白い、白い、大丈夫。あ、いけてます。はい、元気と笑顔が詰まった。はい、やりたい。カットです。カットです。いきます。よし、していくよ。はい、元気と笑顔がいっぱい詰まったみーチャンネル始まるよ。イエーイ。みんな、ちゃんとみーや。はーい、ありがとうございます。奈良県出身、みーちゃんこと中野未来です。かりんさん大好き。なんか、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ペコちゃんもありがとう。ペコちゃんもありがとう。ペコちゃんもありがとう。ありがとうございます。ありがとうっていい言葉ですよね。そうですね。あれ、怒る、怒る、いじってる、いじってる。以上、過ぎ去りました、TikTok は。そう、レイクちゃんの見てね。そう、明日は横浜へ行きます。とにもかくにも今日の演も頑張って明日横浜に行きます。とにもかくにも、とにもかくにもって言いますか。とにかくって、とにもかくにもですか。お、そろそろ入場しました。そうだ、そうですよね。もうそんな時間ですよね。では夜公演よろしくお願いします。夜も喉を潰さない程度にコールを待ってます。どんな感じですか。1公演やり終わったらだいぶ喉は来てますか。喉潰れない程度にね、お願いします。では行ってまいります。ケイトも、じゃあ13位からいきます。13位コウスケさん、12位おいちゃんさん、11位 MC さん、10位スッチーのうちわの人さん、9位トリオヤジさん、8位クニアンさん、7位佐藤さん、6位お茶っぱタイムさん、5位ジョーさん、4位ガチのツリスさん、3位チャウチャウさん、2位ライフさん、
1つ2つみつさんありがとうございます。スペシャルギフト送ってくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。それでは夜公演行ってまいります。